レスター思考、またはハマー思考はレオナルド・ダ・ヴィンチが表した科学文書の収集物である。このコデックスは1719年にこれを購入し、後にレスター博となったトマス・クックの名前にちなんでいる。1994年11月11日にニューヨークで行われたクリスティーズのオークションでビル・ゲイツが3080万2500ドルで落札し、 世界で2番目に高価で売れた本となった。この思考は、このルネサンス期の際だった、芸術家、科学者、思想家の探求心、芸術と科学の関係性、科学的方法の創造に係る洞察を提供する。思考は、29-22センチメートルの36枚の紙からなり、革で閉じられている。様々な題目が含まれている他の文書とは異なり、 この文書は主に推理学が主題となっている。単一の分野の文書ではなく、天文学、水や岩、化石の性質、空気や天体の発光等に関するレオナルドの観察や理論を混ぜたものである。話題には以下のようなものがある。この思考は18枚の紙幣からなり、各々が半分に折られ、両面に書き込みがされて、合計72ページの文書となっている。 かつては、詩幣がまとめられていたが、現在はバラバラに展示されている。レオナルド自身により、特徴的な鏡文字によるイタリア語の手書きで書かれ、たくさんの絵や図も含まれている。この思考は、裕福な実業家で、美術品収集家のアーマンド・ハマーが1980年に行われたオークションで、レスター家から510万ドルで購入し、後に、ハマー思考と改名した。 ハマーは、ダヴィンチの研究家のカルロ・ペドレッティに、バラバラになった紙片を元のように想定し直すことを依頼した。その後7年間で、ペドレッティは各ページを英語に翻訳し、1987年に完成した。その後、1994年11月11日のクリスティーズのオークションで、ビル・ゲイツが3080万2500ドルで落札した。ゲイツが入手した後、 彼は紙幣をスキャンしてデジタル画像にした。そのうちのいくつかはマイクロソフトプラス 4Windows95 の CD r o m のスクリーンセーバーや壁紙に採用された。さらに Windows98 と Windows ME にも含まれた。現在は各ページがバラバラにガラス板の間に挟まれて綴られておらず、1年に1度世界中の各都市で公開されている。 2000年には、シドニーのパワーハウスミュージアム、2004年には、フランスのシャンボール城、2005年には、東京の森アーツセンターギャラリーで展示された。2006年には、1ページ分が、シアトル航空博物館のレオナルド・ダ・ヴィンチ、マン、インベンター、ジーニアス展で展示された。2007年6月から8月には、ダブリンのチェスター・ビーティ図書館で行われた、展示会の主役となった。 2015年1月から4月には、アリゾナ州のフェニックス美術館のレオナルド・ダ・ヴィンチ、エス・コーデックス、レスターザ・パワー・オブ・オブザーベーション展で展示され、レオナルド自身の手で描かれた作品が、アリゾナ州で展示された初めての機会となった。2015年6月から8月には、ミネソタ州のミネアポリス美術館で行われた、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ザ・コーデックス・レスター、 アンドザ・クリエイティブ・マインド・展、続けて10月から2016年1月には、ノースカロライナ州のノースカロライナ美術館で展示された。ありがとうございます。